背景高橋亮太郎です。日本の子供たちが折った折り鶴も廃棄だってって書いてありますので、このままちょっとタイトルにお借りしたいと思います。で、こちらをクリックするとなんかいろいろアメブロとか書いてあってですね、いろいろ書いてあると思いますので、こちらをご覧くださいませということでございまして、はい、ありがとうございます。失礼します。